イン。これが私のやりたいことです。だから、これからも私のこと支えてもらえますか？はい、今日もハーベステラ続きを進めていきます。ただちょっとまた今回もメインストーリーの方はお休みして、キャラクターストーリーの進行になります。ということで、まずはポストをチェックしてお手紙を読んでいきましょう。エモちゃんとハイネさんのキャラクターストーリーを進めているので、こちらですね、2人のお手紙を読んでいきます。まずはハイネさんから。調査が終わったよ。海域の調査がようやく完了したよ。これで再び先へ進むことができる。君の都合がいい時にアトリエに来てほしい。深海の旅を再開しようじゃないか。でもあまり待たせるようだったら私一人で先に行ってしまうかもしれないよ。フィアソラを待たせるわけにはいかないからね。なんて冗談さ。ちゃんと待っているから安心したまえ、ハイネより。まあでもこれちょっとね、ハイネさんの本音も混じってるんじゃないですかね。早く行っちゃいたいなってまあ、あんまり待たせるわけにもいかないので、ハイネさんのところにもちょっと顔を出して一緒に調査行きましょう。で、次はエモちゃんですね。鎮魂祭、いよいよ鎮魂祭が始まります。私にできることはやりました。あとは私の気持ちを、歌をシャトラのみんなに聞いてもらうだけです。どうなるかはわかりません。でも頑張ります。私が歌うのは夕方なので、それまでにシャトラの浜辺に来てください。アイン待っています、エモより。とうとうこの日が来てしまいましたね。鎮魂祭の日で、エモちゃんが歌うのは夕方ってことなので、まあ、先にハイネさんのところに行って、その後にエモちゃんのところですかね、顔を出していきましょう。あれ、ちょっと待って、エモちゃんのキャラクターストーリー、さっきはなんか夕方なので夕方までに来てくださいって言ってたんですけど、ここよくよく見ると朝の6時から夕方3時までにエモちゃんに会いに行こうになってますね。これどうしよう。ちょっとハイネさん先に行こうかなって思ってたんですけど、時間を見るとこれエモちゃん先の方がいいかな。ちょっと予定変更しますね。これエモちゃん先に会いに行きます。シャトラの浜辺、まだ全然早い時間なんですけど、声をかけていきましょう。アイン、来てくれてありがとう。ついに鎮魂祭の日です。いよいよですね。歌の準備は大丈夫かな。大丈夫です。あれからたくさん練習したので。わー、でもなんかどうだろう、顔つきはすごいしっかりしてますよね。私できるでしょうか。できる、大丈夫、大丈夫だと思う。きっと大丈夫。アインにそう言ってもらえると頑張れます。そろそろ時間です。行ってきます。アイン頑張ってね。見守ってます。一気に夕方になった。なあ、あの噂って本当なのか。歌姫がローレライって。うわあ、みんな噂してる。本人がそう言ったようじゃが、わしには信じられん。エモお姉ちゃんはローレライじゃないよ。エモお姉ちゃんはいつも優しいもん。ローレライみたいに怖くないもん。これどうするんでしょうね。エモちゃん、皆さん集まってくれてありがとうございます。歌う前にみんなに話したいことがあります。なあエモちゃん、エモちゃんがローレライってあの噂は本当なのか。私あの時に酒場にいたけど、あれは冗談なのよね。私がローレライなのは本当のことです。今まで黙っていてごめんなさい。そんな、謝らないでくれ。
だって謝るってことは認めるってことじゃないか。いつも酒場で楽しそうに歌ってたエモちゃんがローレライだなんて信じられないわ。そしてアインちゃん出てきた。あ、そうだね。エモちゃんの話は聞いてほしい。話って、みんなにローレライのことを、いえ、セイレン族のことを知ってもらいたいんです。セイレンのこと。ローレライというのは本当の名前ではないんです。セイレン、それが私たちの本当の名前。ちょっと待って、急にセイレンだなんてそんなこと言われても。本当の名前とかそんなのどうでもいい。どうでもよくない。聞いてほしい。名前が違うからって何だって言うんだ。エモちゃん、ローレライがやったことは紛れもない事実なんだぞ。違うんです。セイレンは、みんなはこの海を守りたかったんです。守りたかったって、そんなわけが。シャトラの人たちにサンゴの神殿で起きたことを伝えた、海のホムラの件ですよね。シーズライトの異変を収めるためにローレライが、いや、セイレンが身代わりに。その無念の気持ちがローレライの正体。年寄りにはちょっとわかりづらい話だね。アインが言ったことは全部本当のことです。セイレンのみんなは海を、シャトラを守るために戦って、そしていなくなってしまいました。それをシャトラのみんなには知ってもらいたかったんです。伝わったかな？伝わってほしいな、これは。親父、エモちゃんよ。エモちゃんのことは、俺も町のみんなも大好きだ。ローレライだって言われた時は驚いたが、それでも、今までエモちゃんが俺たちのために頑張って歌ってくれてたのは本当だ。けどよ、ローレライのせいで、みんなたくさん傷ついたんだ。でも、それが海やシャトラを守るためだったなんて。だけど、俺たちの生活は、ローレライに壊された、漁師仲間のあいつだって。たとえエモちゃんたちが本当のことを言ってるとしても、俺たちは、そんな簡単にやっぱり割り切れないかな。でもエモちゃんのことも知ってほしい。俺たちの気持ちはどうしたらいいんだ。でもエモちゃんの気持ちだってどうしたらいいの？それは、みんなの言ってることが本当なのもわかってます。本当の気持ちだから、私も本当のことを伝えないとって。だから知ってほしかったんです。私の大好きな家族のことを、大好きなシャトラのみんなに。エモちゃん、伝えてくれてありがとうな。今まで言えなくて辛かったろう。俺たちも本当の気持ちを話す。ローレライのことを許すのは難しい。一生許すことができないかもしれない。けど、何も知らないまま憎んでるのがダメなのも分かった。だからさ、これから教えてくれないかな。ローレライ、
セイレン族のことを。悲しみは消えない。だけど、私たちにはその真実を知る必要がある。残された者の責務としてな。それにね、みんなエモちゃんのことを嫌いになったわけじゃないから、この言葉が一番嬉しいよ、本当に。エモちゃん話してよかった。これはよかったってことですよね。みんな、エモちゃんの気持ちが届きましたね。愛のおかげです。これはちょっと嬉しい。ありがとうございます。私の話を聞いてくれて。もう一つだけお願いをしてもいいでしょうか。お願い？鎮魂祭の歌をシャトラのみんなとセイレンのために歌ってもいいでしょうか。優しい。シャトラのみんな本当に優しい。ありがとうございます。それでは歌います。いなくなってしまったすべての人たちのために。エモちゃんよく頑張ったね、本当に。これからは大変かもしれないけど、いや、こればっかりは本当に無事に終わってよかった。はい、本当によかったです。ここでエモちゃんの歌こうやって聴けるの嬉しいですね。アイン、これまでありがとうございました。頑張ることができたのはあなたのおかげです。いや、何もやってないんですよね、アインちゃんは。本当になんかそんなに力になれなかった。ただただエモちゃんが頑張ってくれたからこそな気がする。あ、アインちゃんも首振ってる。私、今までシャトラのみんなが大好きだって言ってたけど、でもちゃんとみんなのことを信じることができてなかったと思います。だから本当のことを言うのが怖くて逃げていました。いや、でもエモちゃん逃げなかったですよね。今日やっとシャトラのみんなと本当に仲良くなれたと思います。諦めないでよかったです。今度また故郷に行って母様たちと話をしようと思います。今日のこと、これからのこと。その時はアインも来てもらえますか？いや、暇だったらとかじゃないよね。まあもちろん。じゃあまた手紙を書きますね。それじゃあそろそろ私たちも帰りましょうか。本当にありがとうございました、アイン。こちらこそ。いや、よかった。本当に綺麗にまとまってよかったですね。大事だからこそ。ということで、エモちゃんのキャラクターストーリーまた1話見ることができました。日付変わっちゃいましたね、これ夜になっちゃった。ちょっとハイネさんをまた翌日見に行きましょう。いや、でもいい話だったな。なんかシャトラの人たちとエモちゃんとのつながりというか、なんかお互いに信じ合ってるところだいぶグッときました。はい、そして翌日、ハイネさんのところに行こうかなって思ったんですけど、実はエモちゃんからお手紙が届きました。こちらもちょっと読んでいきましょう。エモちゃん、みんなに伝えたいです。
またサンゴの神殿に行こうと思っています。鎮魂祭がちゃんとうまくいってシャトラのみんなと仲良しになれたことを母様やセイレーンのみんなに話してあげたいんです。アインも一緒に来てくれませんか？お願いします。エモより。で、これもね、一緒に見ていきたいと思ってます。まずはハイネさんのところにアトリエに寄って、その後エモちゃんのところを見に行こうかなと思っております。はい、ハイネさんのアトリエに来ました。なんか本棚の前で立ち尽くしてますね様子を見ていきましょう。会話する。こんにちは。いやアイン、手紙は読んでもらえたみたいだね。はい、しっかり読んできました。ようやく調査が終わったよ。こんなに調べ物をしたのは本当に久しぶりだ。アトリエにあるものだけじゃなく、世界中から文献を取り寄せることになるとは思わなかった。え、意外と大掛かりな調査をしていらっしゃった。あ、でもこれでまた探しに行けますね。さらっと流しちゃおうあ、今度こそフィアソラを見つける。君が来てくれることを見越してすでにフィアソラ号の準備は万端だ。いつでも出航できるよ。じゃあ今すぐ行きましょう。しっかりね、彼女を見つけましょう。あ、いい加減彼女も待ち合いているだろうしね。さあ行こうか、アイン。さて、そろそろ前回フィアソラが残したと思われる痕跡があった場所へ到着する。まあ、結構深く潜ってきましたね。何度目になるかわからないけど、ここから先は前人未到の世界。何が起こるかは私にも予想できない。アイン、注意するんだよ。はい、しっかり注意していきます。まあハイネとフィアソラ号ならいける。ありがとう。今はその励ましの言葉がとても心強いよ。よし、先へ進もう。今回はどこまで行くつもり？行けるとこまでかな。何かしらの手がかりを見つけるまでは頑張りたいところだけど、どうかな、見つかるかな。フィアソラ、君は一体どこまで進むことができたんだ？うん、アイン、あれを見てくれ。何か？え、下の方で何か光ってる？何かある？こんな深海に。行ってみよう、アイン。私の予想が正しければ、あれはきっとフィアソラが残したものだ。え、これはどこ？深海？息ができてる。呼吸は問題なし。歩く感覚も地上とほぼ変わらないか。え、サンゴの神殿みたいな感じってこと？ふう、未だになれないね、海底を自分の足で歩くのは。ね、海の底に歩ける場所があるなんて。驚いているようだけど、こういった場所は初めてではないはずだよ。まあね、神殿ありましたもんね。規模こそ小さいが、おそらくサンゴの神殿と同じような空間だ。そしてここはフィアソラが生み出し残した空間でもある。え、そんなこともわかるの？フィアソラさんが生み出す？え、いや、もしかして彼女は、え、どういうこと？フィアソラさんが、え、彼女もエモ姫と同じセイレン族だからさ。え、今までそんな素振り見せてなかったじゃん。え、そうなの？え、嘘？え、フィアソラさんも？ん？アイン、あれを見るんだ。あれは歌方。ってことは、フィアソラさんの？ここにいたんだね、フィアソラ。女性の声が頭の中に語りかけてくる。はいね、よくここまで来たね。君ならきっとたどり着けると思っていたよ。この歌方は私の特別性でね、
人が近づいた時点で起動するようになっているんだ。だからもしハイネじゃなかったらすっごく恥ずかしいことになるから、できればこれを聞いているのはハイネであってほしいな。まず先に言っておこうか。ごめんハイネ、残念ながら私はここまでだ。シャトラへは帰れそうにない。だから君に頼みがある。私の旅を引き継いでほしいんだ。私が見つけたものをここに残していく。きっとハイネならこの先にある過去の未来を見つけられるはずだ。過去の未来？心配はいらない。人はこんな海の底にまでたどり着くことができたんだ。だからどんなことだって必ず実現できるさ。任せたよハイネ、私のかけがえのないたった一人の相棒。消えちゃった。そっか、フィアソラさんはここで。まったく勝手すぎるよ。君はとんでもないものを残していったね。なるほど、潜水艦の慣れの果てというわけか。いやでもな、今の言葉を聞いた後だとフィアソラさんはもう、ああそうだろうね。この目で確かめたことでやっと自分の中で決着をつけることができたよ。さようならフィアソラ、僕のかけがえのない相棒。君の旅路は私が引き継ごう。だから安心して見守っていてほしい。さて私はこれからフィアソラが残したものを回収するよ。アインは一人では帰れないですよ。言うまでもないか。では手分けして回収してしまおう。頑張りましょう。これを持って帰るのかな。さすがにこれをそのまま持って帰れないか。シャトラに帰ってきました。ふう、やはり我が家は落ち着くね。あ、それはわかる。海底よりもやっぱ地上の方がいいですよね。帰るまでは気も抜けないしね。帰るまでが遠足ですからね。長時間の操縦で疲れたし、今すぐにでも眠りにつきたいところだけど。嬉しいことにやることは盛りだくさんだ。これからフィアソラから託されたものを調べないといけないからね。特に彼女の航海日誌と未知の素材で作られた物体は念入りに調べなければ。未知の素材で作られた物体？なんかとんでもないものもありそうですね。まあでも休みは取ってねーかな。もちろんわかってるよ。ともかくまたしばらくの間はアトリエにこもりきりになりそうだ。進展があったらまた手紙を出すよ。それまで待っていてほしい。では今日は解散としよう。また頼むよアイン。過去の未来、フィアソラさんはな、なんかそんな気配があったので、すごくものすごく残念ではあるんですけど、っていうかセイレーンって今まで本当に情報なかったですよね。確かになんかフィアソラさんのお耳がちょっと尖り耳かなって思ってたのはちょっとあるんですけど、いやでもセイレンとは思ってなかったな。でハイネさんの話まだあと3話ありますね。まだ3話あるので、しっかり最後まで見ていきたいと思います。はい、そして今度は哲学の爆心地に来ました。
ここでエモちゃんのキャラクターストーリー、次でラストですよね。今回でラストになります。歌姫の門出、こちらを見ていきましょう。調べる。あ、アイン来てくれてありがとう。今日はマスターがお休みしていいって言ってくれたんです。それはよかった、マスター優しい。鎮魂祭で頑張ったからゆっくりしてほしいって。いや本当にお疲れ様、頑張ってたね本当に。それを言うならアインもです。何もしてないよアインちゃん何もしてない。やっと落ち着いてここに来ることができました。前に来た時はシャトラから逃げるように来たので、かなり遅くなっちゃったね。最初に来た時も大変でしたね。最初にここに来た時の衝撃は本当に忘れられないな。エモちゃんのお母さんからの言葉も。はい。今日は母様たちに伝えたいことがあるんです。それとアインにも、あ、アインちゃんにも、自分にも。やっと見つけました、私のやりたいこと。ずっと考えていました。セイレーンのみんなのために私は何ができるのか、みんなのことを覚えているために私は何をすればいいのか。母様、みんな、私はこれから地上で生きていきます。シャトラの歌姫として、最後のセイレーンとして、そして人々に語り継いでいきます。セイレーンという種族を、ローレライという罪と思いを忘れさせません。ずっと語り継いでいきます。それがエモちゃんのやりたいことかいやでもこれ、いやなんか今までの話を見てるとグッときちゃいますね。ついに決めたんですね。いやでも、これはちょっと応援したいな、エモちゃんのやりたいこと。見つかってよかった。はい。アイン、これが私のやりたいことです。だから、その、これからも私のこと支えてもらえますか？絶対、もちろん、もちろん。当然。最初からそのつもりだよ。ずっとは無理だと思うけど、そこは大丈夫って言ってあげて。もちろん、もちろんかな、本当に。ありがとうございます。いや、この笑顔が見たかった。もう本当に、エモちゃんのね、この笑顔が。母様、みんな、私、大事な人がたくさんできました。一人でも、もう大丈夫です。泣いたりなんてしません。だから、どうか安らかに、そして見守っていてください。まだいてもいいんだよ。行きましょう、アイン。シャトラのみんなが待っています。それに、私たちの旅もまだまだこれからですよね。そうだね。どうしよう。じゃあ、帰ろうか、シャトラに。一緒にね。はい。母様、みんな、さようなら。そして、行ってきます。うわぁ、ちょっと、
歌姫の角で、これエモちゃんの話めちゃくちゃ良かった。いや泣いちゃうこんなの。多分この動画はここで終了したいと思うんですけど、多分録画切った後泣いちゃうなこんなの。いや良かった、エモちゃんのストーリーも。いやーもう本当にハーベステラキャラクターストーリーみんないいですね。いやーもう本当に良かったです。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。